え、こんにちは、黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。えっ、ー、とですね、今日はですね、まあ、大学、こう、リモートながら始まってですね、こうま、新入生の子が、まあ、音楽用語で、こう、ジャズでこう、セッションしたりとかするときに、何を言ってるのかよくわかんないの、言葉をいろいろ教えてほしいということで、まあ、よくセッションとか、え、で、打ち合わせで使うような楽曲用語で、知ってたらいい言葉と、知ってたらいい合図みたいなのがあるので、それをちょっと解説していきたいと思います。それでは始めていきましょう。 まずですね、こう、歌っていうのはこう、AABA っていう歌がこうあったり、まあソフトリーとかね、えっ、ー、と、メロディがあって、もう一回メロディがあって、全然違うメロディが差し込まれて、また最初のメロディに戻るみたいなね。ソフトリーっていうのが、アリーナモニーサンライズっていうのが、A メロで、ね、タータータラタデタッタラっていうのがまあ B メロで。 ソフトリーってまた戻ってくるということですね。まあ、気転結みたいな形になってるんですが、ここのメロディーの手前にバースっていうのがついてること。このソフトリーもあるし、例えば、オーバーザレインボーなんかもそうですね。こう、バースっていうのが a b a でついてると思います。で、このバースっていうの AABA の手前に一回出てきて、これは要はこの本編の繰り返し、これが繰り返しされるんですが、だからバースは一回しか出てこないけど、その、この AABA の内容を説明した前説の歌みたいな感じなんですよ。 で、このバースっていうのをよく覚えておきましょう。なので、バースやるやらないっていうことになるんですがで、バースっていうのはルバートっていうんですけど、テンポルバートと言います。ルバートっていうのは何かとこう、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー,ー,ー,フォーみたいに、歌が自由にテンポを変えていいというか、ただこれ、 じゃあ適当かっていうと、これ適当だとあんま面白くないんですよ。だからこう、究極の僕はインテンポだと思ってるので、こう、相手にこの幅が広がっていくのを伝えなきゃいけないから、自分のこの音色感と、この歌い方の抑揚でちゃんと相手にこう、表白伝えていかなきゃいけない。そうするとね、まあ、ルバートなんか指揮者いると結構やることもあるんですけど、指揮者いないときは、あのー、要はまあ、感覚でやるのは大体ピアノとデュオでやることが多いですね。 で、えっ、ー、と、インテンポっていうのがこう逆にこう、ルバートっていうのは自由に伸び縮みさせて演奏するに対して、こう、テンポが一定になることをインテンポと言います。で、インテンポでたいこう、イントロっていうのをやり始めるわけですよ。だから、ここまでがこう、自由にピアノがやり、そう、歌で二人でやって、で、こっからインテンポみたいな感じで、これまあ手、手でこうやって合図しながらとか、まあ、歌でこう、 抑揚をつけて、うまくこうインテンポになるようにして、で、イントロが始まっていくか、ピアノが自動的にここでテンポを勝手に出す、みたいな。で、A, A, B, A みたいな形でやっていくっていうのが、これがまあ、で、B のことを、これ、サビとか、ブリッジとか、昔はね、チャンネルって言ったらしいんですね。で、シャネルと同じなんですよね、これね。チャンネルっていう。で、だから、 サビからって合図があって、それはこう C マークだって、これ大阪さんに教えてもらったんですけど、C だっていうね。これ鍵マークっていう人もいれば C だっていう人もいるんですけど、で、その、チャンネルっていうのは開口っていう意味なんで、こう、なんていうのあの、こう、深いこう、海の深い、一番深いとこ。だから、AA って来て、AA って来て、もう一回 A に行くところをこう、開口にするよりは、ま、イメージ的にはブリッジって言って、上でこう、ね、橋でこう、つなげてあげるみたいなね。 これはサビと言います。ワビサビのサビだと思ったら全然違うんですね。ワビサビはもうあの、全然こう、えー、なんかこう、美しいものとそれを、こう分かる心。だから僕サビまあそれから来てんのか。まあ一応ワサビとか、この、要は、ちょっとこう、なんていうのね、アクセントになるというか、 味のアクセントになるというか、こう、ピリッとするみたいな、そういうイメージのわさびから来てるんじゃないかなっていうことなんですが、サビってこれ日本語なんですね。だから、アメリカでサビって通じないはずなんですけど、あの、大先輩の原大力さんがずっとアメリカで通じてたっていうんですね。で、さ、ま、あの、フロムサビ、フロムサビって言ってたら、フロムザビって聞こえてて、B メロディーだからずっとできてたっていうお話が、まあ、本当、本当みたいですけど、あ,あったんですね。フロムザビーってね、サビ、サビは、サビは英語だ絶対通じて たとかザビーって聞こえてたっういう、ですえー、ここの、だからサビのことをブリッジと言ったりするっていうことをちゃんと覚えておきましょう。なので、えっ、ー、と、サビ戻りですとかっていう、後でちょっと説明しますかそういう時もあるので、このメロディの A、A メロッな何ですかって最初に提示したメロディが A で、まあ大体それをもう一回繰り返すので2回目の A になって、で、全然違うメロが差し込まれたそれを B と言います。なので、えっ、ー、と、 A とか B とかは曲によって全然違うんですけど、最初に提示された歌が A。もうずっと A, B, C, D, F, G みたいな感じになってくると人間ってこう、その曲を覚えれないからね。だいたいみんな繰り返すんですよ。って考えると、これ8小節であることが多いんで、だから16小節メロディ作ったら1曲になるってみたいな感じなんですね。ポピュラーソングはね。まあすごい、まあそういう、えー、まあだからポピュラーとか軽音楽って言われたりするんですけど、まあそういう形ですね。A, B, A 覚えておきましょうね。 で、この AABA 自体のこの、ここを繰り返していくので、これバースに対してここの部分をコーラスという。1コーラス目、2コーラス目、3コーラス目。これを繰り返していくわけですね。じゃあ、どういうふうにやっていくかとアドリブになると、まずまあバースやって、ボーカルがこう、AABA 歌うでしょこれ、ボーカルがいなくてピアノでもいいし、サックスがこうメロディーを弾いてもいいんだけど、ここまでやると、そしたらまあ、次の、まあ歌がやったら次はサックスとかピアノがアドリブをしていくわけじゃないですか。 で、アドリをしたときに、さっき言ったこの、これ、歌。歌って、この、ここから歌うと長いときは、こう、ここからラララララ、だらららららー、まあ、まあ、あの、ソフトリーだとね。こっから戻っていく。そしたら、ここ、ここら辺で、サビって合図をすると、サビ、サビ、C、チャンネルの合図をすると、みんながここに、こう、歌が入りやすいようにしてくれて、歌が BA 歌ったら、エンディングに入って、エンディングはまあ、こういうふうに合図すると、この、 繰り返してねみたいな最後ね。だららららだだだららららだだだららららってやったらま止まるとかね。なんかま止まったらあとなんかピアノがくっつけるとかそういう感じで、だからそれだけのもうアイだけで演奏ができてしまうという。でこれで注意しなきゃいけないのはこうアドリブがたくさんいた場合はこうコーラスを何回もボーカルが終わったらコーラスを何回も繰り返すわけじゃないですか。 そしたら、まあ、例えば、ピアノの人がここまで行って、サックスの人がここまで行ったりしたりで、ベースがここに AA であったら、ちょうどここで、また、こう、サビ戻りってやればいいんですけど、ここからでも、ちょうどこう、ワンコラス終わって、あ、もう歌入っていいなっていう雰囲気の時に、これをやると、ここはターンアラウンド、B に向かうターンアラウンドでやってくれるので、この辺でやらなきゃダメよ。この辺でやらないと、ここでやったら、ここで歌変えらなきゃいけなくなるからね。だからこう、 こ、この辺で、こういう風な合図をみんなにこう、こういう風にするわけですね。ええ、そうするとこう、あの、だいたいこう、上手い人って大、だいいこの切れ目のところでちゃんと顔を見てくれるので、そういう時にこういう合図をすると、僕からここから入ればいい。サビ戻りね。こういうのをサビ戻りと言います。で、あ、これちょっと見えにくいけど、まあ、ちょっと分かるでしょ。これバースね。この僕ちょっと僕に隠れちゃってますけど、バースがあって歌を歌ったでしょ。ソロやって、で、 頭戻りの場合はこれです。頭をこう。最初から歌えたら頭戻りですね。ね。これ、いい,い、感じでしょそうするとちょうど、なんかこう、テンポも早かったりすると、もう頭から歌いますみたいな感じでやると、AABA、a b a でやって、3コーラス目の頭からボーカルが戻ってくればいい。ね。で、エンディングに行けばいいってことですね。ところがですね、これ、AA やって、ここね。これね。ソロで AA やった時に、頭戻りですって、ここでやって、こうなると、 A が5回も続くから、これってすごいね、不規則に聞こえるんですよ。だから、基本はあんまやらないですね。これは。なので、えー、これはダメよ、ということでございますね。こういうことはやらないので。だからこ、こ、この部分でね、この A の2回目やってて、さ、さ、サビに行くぞっていう時に、ここを、こう、こう頭戻ってすると、まあ、向こうの人からすると、 ミュージシャンがすると、あ、ちょっと合図早いなって言いながら BA をやってからここに受け出してくれる。で、ここで歌おうとしちゃうと、もう B のメロディに入ろうとした形になるんで、これ良くないですね。だからここら辺のルールが分かってないと、全然こう、あ、この人分かってないなって感じですけど、でもアメリカに行くとね、みんなできるのかなと思ってたらね、こう、前も話したんですけど、ナンシーキングのあの、バックバンドをね、えっ、ー、と、なんか、ナンシーキングさんの生徒さんの発表会を、 ベニーグリーンに言われて、ちょっとお前ドラム叩けよって言われて行ったんですけど、そしたらですね、こう、あの、奥様方が、もうほんと買い物かごをね、持ってそうな奥様方がいっぱいいらっしゃってですね、もう和気あいあいと歌ってるわけですけど、A の3小説目とかでいきなり B ってやって、いきなりサビで戻ってくるっていうのがね、あってですね。で、こう、ベニーが、はあ、ちゃんと他人の音聞いてって言って、ちょっと結構、まあ、ベニー結構、あの、 なんていうんですかね。こう、ちょっと神経質な人なんで結構、ガンガン怒ってたら、あの、そのうちですね。やっぱ、世の奥様方強いですよね。なんかこう。 そもそもあんた何も偉いのあなた。あなた一体ジャズの何なのって言われる。いやいや、ジャズの何なのってあの、えー、アートブレーキのバンドにいたすごい人ですけど、みたいな、レジェンドですけど、大丈夫ですかって思いながらも、で、僕の方に来たら、あの人あいつ何本当にうまいのとか言って、いや、うまいも何もみたいな、え、知らないんですかとか言って知らん。みたいな感じでですね。いやあれはすごかったですね。えーまあ、なんで、あのー、本当にね、えー、世の女性は強いなということでございますので、えー、まあ、強きゃ勝ちですね。ここで ちゃっちゃえばもう、歌い切っちゃえば、B に子が何しよう歌い切っちゃえば、もう勝ちですからね。これはいいですけど。まあただその、皆さんに迷惑かけないという意味ではね、こういうことちゃんと覚えたりとか、相手がアドリブしてるときにはちゃんとメロディーを一生懸命歌って、どこやってるかわかんない。わかんなくなったら、えー、 そうね。誰に聞くといいんだろうね。ドラムの人が一番優しいのは優しいかもしれないですね。なんかこう、結構こう、優しくない人、ピアニストとか優しくなかったり、こう、ふんってこうやされたりとかするかもしれないですからね。えー、まあ、誰か優しそうな人見つけてですね。私、私わかんなくなるんでって言っとけばね、いいかなと思います。はい。 よく出てくる用語ですね。えー、この辺も覚えておきましょう。バウンスとイーブンっていうのが、これは、ターカ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 っていうのが弾んだリズムで、タッ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 タボサノバとかね、サンバとかはイーブンというふうに言います。え、ラテンとかもね。で、えー、っと、まあ、トビートなんかもイーブンっていうふうに言うことが多いですが、えー、ジャズのスイングみたいな場合は、バウンスとかスイングっていうリズムですよっていうふうに言っていただける。で、イントロはわかると思いますが、エンディングのことをイントロの、イントロに使えたアウトロ 入ってくるときと出るときっていう風にね。で、イントロの場合はですね、まあ、イントロ誰がやるって話すると、だいたいピアノかギターがまあイントロやってくれることが多いんですけど、みんなでやろうかってなると、ケツハチっていうのがすごく多いんですね。で、ケツなんて何かって、一番最後のお尻から8小節のところをみんなでせーのでやる。ね。これピアノのイントロの人も、あの、一人でやるときもケツハチ使う人多いんで、ケツハチっていうのは何かとさ、お尻から8小節のところをやる。 例えばこれ、オルザ・シングス・ユーアとかの場合は、ケツ8だと12小節が形なんで、ケツ12になっちゃいますね。で、ケツ8、お尻の8小節やりましょうか、みたいな話でイントロでやるとみんなで入れたりとか。で、最初のコード、2つのコードを繰り返しね、とかも、えー、と、あと、バンプっていうのがありますね。最初の、えっ、ー、と、イズント・シーラブリーのこ最初に4つのコードがずっと繰り返して、メロディが設定されてない状態のことをバンプと言います。なので、えー、何回も繰り返してても、メロディが入ってきたところで、 A の頭に入るって形ができるので、アウトロでも使ったりします、ね。インタリュードっていうのが、これ、感想ですね。感想はさっきの AA、AA、A、BA という、フォームの中でやることもあるんですが、ポップスの場合の時はバンプを使ってインタリュードやって、またメロディーが入ったら、えー、まあ、コーラスに入ったよっていうふうに考えてもらってもいいですね。最後、バーンって止まって、一人でトランペットで一人でったり、歌が一人でダーってローローと歌って、振りで入るっていうのは、こういうのカデンツァと言ったりします。 これケーデンスって読むんだと思うんですけど、これはあの、ケーデンスっていうのは、ある一つのコード進行の塊とか、まあ、節回しの塊なので、一つ、一節自分で歌うみたいなイメージですね。最後のね、ソリストが。で、合図で最後、じゃーんって決めるってことですね。で、あと、キック、セクション決めっていうのは、これ全部一緒なんですけど、まあ、えっ、ー、と、つかっかっかっかとかリズムが書いて、このキック決めるとか、このキック生きてるとか、このキック、あ、死んでるとか、死んでるって何かと使わないかどうかですね。 キックっていうのは、本当にあの、書いてあっても、ジャズミーシャンってなんか決め事嫌いなんで、このキックやるんですかとか、生きてますかって言ったりです。このセクションとか、この決め、決め、生きてますかっていう話をしたりします。生きてるとか死んでるとか、それを使うか使わないかっていうことですね。はい。こういう形で、まあ、まあ、だんだん覚えることなんですけどね。 ちなみに ABAB の曲ですね。え、こういった曲の時は、サビ戻りってやると、ここかここかって思うんですけど、サビ戻りってやると、多分ここで戻る。だから、ここコーラスでここがブリッジ扱いなのかなって僕はちょっと思ってるんですけど。例えば、ムーンリバーとかね。ムーンリーバー、ダららららのとこでしょここから歌いたい。ここから歌いたいって言ってる感じですね。 ポップスの場合ちょっと違うんですよ。ポップスの場合はですね、A メロのことをバースって言うんですね。で、サビのことをコーラスって言うんですよ。ここが一番言いたいところね。サーデュークだと、ターンチャンチャンチャン、チャちチャゃチャララらチャララってあれイントロでしょね。で、えっと、タらラチャラララララランラのとこがバースなんですよ。で、チャッ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 チャ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 ッパみたいなとこがあそこがサビになって、 ララ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 のところが、もう一番言いたいところね。ここがサビにザビーなるザビーメロディなのに C メロディーってどういうことやねんみたいな話なんですけど、えっ、ー、と、だからこう A と C をつなぐためのここがブリッジというふうに考えるわけですね。 だ歌い出しのところが、ここが A メロのところをバースと言って、サビのところはこれ,これもジャズとか全く校生違うやんみたいな話なんで、だポップス系の人とリハーサルやってるとここ結構ごちゃごちゃになることが多いんで、ここをしっかり一応理解しておきましたねで。で、ポップス系の人もこれ使わない、まあ A、バース、ブリッジ、コーラスって言,言わない人多いんで A、A メロ、B メロ、サビっていうふうに言うことが。でもサビは結構日本人はこの、使えますね、一番。で、 もう一つ大きなサビが来ることを大サビって言いますね。これあの、構造さんから聞いたんですけど、あの、チャゲアスカ、チャゲアスカさんのね、えっ、ー、とバックバンドやってた時に、えっ、ー、と、 大サビをつけると、えっ、ー、と、曲が5分超えるから、そうすると2曲分の印税が入るんだよ、みたいな話をして、意図的に大サビ作ってはんねや、みたいな話を聞いたことが本当かこれは定かではないですね、これもね。えー、多分本当だと思うんですけどね、本人から聞いてるからね。えー、ということでございますね。なので、このポップスの場合とかも随分違う。 こういうことをですね、これ世界大体共通なので、サビは、サビは通じないですよ。ザビーで通じますけど、えー、で、こんだけの打ち合わせで世界どこでもね、音楽ができるってね、本当にナンシーキングのね、こう、ご教室でですね、えっ、ー、と、ね、やらせていただきましたけど、本当に、あ、そんだけの、こう、知ってる単語がいっぱい出てきて、あの、今みたいなことを知ってたら、えっ、ー、と、エンディングとかね、あの、トゥーコーダーとかっていうふうに言えば、あの、できる。 わけですね。世界共通なわけですね。ほんと素晴らしいって思いますね。というわけでですね。えー、まあ、これ以外にもまた色々あると思います。この辺知っとくといいようなんで、コメントでね、いい建設的な感じだといいと思いますね。あ、こういうの知っとくといいよ。あ、なるほど、なるほど、みたいなね。いやこれうちは使わないなとかね。僕らこ、こっちはこういう意味で使ってるなみたいな。すごい建設的ですよね。それは間違ってるっていうのはね。 えー、まあ、できるだけ無視しようと思います。そういう人はね。えー、場の空気を読んでくださいね。えー、建設的にね、みんなで楽しくなるためにこの動画を作ってるわけだし、楽しくなるように返してくれるとみんなで楽しいって正解なんですけどね。合ってる合ってないっていう話はですね、あんま関係ないんですよね。<laughs> でもね、あの、実際にこう、あの、こうね、あの、よーってあるじゃないですか。ね。あれって一丁締めって本当に言うんですね。 あの、一本締めじゃなくて、あれ一丁締めって言うんですよ。で、あれ、あまりこう、劇が面白くなった時に、まあ、軽く締めちゃいましょうっていう意味であって、あれ本当は良くない。ね、本当、本当の元々の意味は良くないんですよね。で、それを、いや、一丁締めするとね、あ、こう、なんか、なんかあの、良くないんですよ、とかって言うとね、あの、みんな楽しくなるはずが、楽しくなくなるんで、そういうのは、あの、大人は言わないんですよ。ね、分かってるけど、 伏せとく。みたいなね。それが、本当にその、それを知ることによって、プラスになるんだったらいいんですけど、ね。だからそういうことで。だからこう、今の日本のこの、あの、セッション会で比較的今のって大体こうやって使ってると思うんですけど、本来は違うかもしれないですよ。本来は全然違う。サビ、サビはワビサビのサビじゃないとか言って、ね、書いていただきましたけどね。あの、あ、そうなんですかみたいな話ですよね。えー、でもワビサビ、本当にそうなのかなみたいなね。 えー、だから、本当かどうかどっちでもいいんですよ、結局はね。うん。なんかこう、そういうのをすごくこう感じますね。最近すごく感じますね。で、えー、僕は本当に恵まれてて、本当にね、アンチの人の書き込みがある人って1日1ヶ月2000通とか来るんですってね。 僕、一月に一、二、通ぐらいしかないんで、めちゃくちゃ恵まれててですね、えー、本当に嬉しいと思いますが、えー、ま、というわけで、今後もよろしくお願いします。今度はですね、あの、持たってるとか走ってるとか、こう、リズム編もやってみたいなと思いますね。突っ込んでるとかね。そういった、えー、これどういうことを指してるのかっていうことがね、やっていきたいと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした